聖剣伝説2、93年スクエア24回目。飛んでますね、要塞が。さあ、前回はマナの聖地で、マナの木が実はお母さんだったっていうのがね、アラヤンのお母さんだったっていうのが判明しまして、全ての種子のパワーを聖剣と共鳴してもらって、マナの剣が本来の力を取り戻したところでした。そしてラスト、マナの要塞にこれから突撃するっていうところですね。タナトスと決着をつけるぜ。さあ、行きましょう。あら。行きましたね。さあ、来たよ、要塞。あれ、モンスターは一緒なのかい？あれ、そしてアラヤンがなぜか剣じゃないものを装備してるな。剣を。さて、まあ、ポイは、アブ装備で回復できるからね、どんどん魔法使っていきましょうかね。何が効くのかわからんが。OK。アイテムを全然使わなくなったな。どんどん奥に行きましょうかね。さあ、それでは確かアイスセイバーを使ってくるから火は効くでしょう。あ、そんなにこいつが生み出してるかい、もしかしてダークストーカーを。この頭がはいよ。オッケー。行き止まってますね。こっちかな？あれ、こっちも行き止まってて、あ、これか？お、カニさん。ホーリーセーバーやるってことは闇の方が効くのかな。効きますね。いろいろと魔法は使っていきましょう、どんどんね。OK。無知に切り替えて、はい。あ、OK、箸がかかりました。行きましょうか。はいよ、ファイアボール。さあ、ファイアボール全体。サタンヘッドなんですね。OK。あれ、どこ行った？はいよ、押し出してきました。ヘルハウンド。上になんか見たことないやつがいてるな。お、ヒールウォーターを使うってことは、ファイアボール効くかな？ウルフデビル。オッケー、一撃。おい、道が。で、キムさんおいで。はいよ。オッケー。声が完全に詰まっちゃってるよね。はいよ。デーモンリング。なんだそれは。装備かな？ありますね、デーモンリング。あ、さらに強いデーモンリング手に入れました。イエイ。あぶね。で、ここは無知で通るのかな。こっちで合ってるかい。はい、渡れるところがありますね。もう上にも行けるし、さあどこに進むのが正解かな。まあ一回先行ってみますか。あ、この2つは同じですね。同じ足場に行くだけ。お、剣がいますよ。ストーンセイバー。ってことは水の方が効くのかな。あ、まあいいか。デビルマガジンがいたんでね、本には火の方が効くのかと思って撃っただけ。オッケー。さあ宝箱。天使の聖杯ね、いらないですね。リバイブもあるしね。今度はこっちかな。サータンヘッド呼び出し始めた。じゃあファイアボールでオッケー。おーっと、会員さんかなこれ。どっち方向だ。こっちかね。アースクエイクをやってくるってことはエアブラストでこれ踏んだらまた元戻るんでしょうね。あれ、あんまり効いてない。おっと、モーグリになっちゃいましたよ。モーグリベルトでオッケー、撃破。リムさん起きてー。よし、ジェイドダークホース。クリムさんが回復してください。で、この上でいいのかな。おっと、ファイヤーファイアボール、ヘルウォーター。オッケー、撃破。無知ですね。何が効くのかなこれ。エクスプローでやってくるってことはフリーズの方が効くのかな。フリーズ全体でどう、多少こっちの方が効いてるか。おおー、ワープしてきました。びっくりした。リテクト何が効くんだ。光の力に弱い。ああ、じゃあ何使っても一緒かいな。こ恋の魔法で攻めようと思ったらどの魔法で打っても一緒ってことですね。連発でいきましょう。何か受けてるかな。ああ、フリーズ受けてますね。はい。ファイアボール。ファイアボール。一回カーブ装具で回復しましょうかね。ファイアボール、あとは連発でいいかな。一発一発の魔法がね、そんなに強くないから全然強くないね。ダメージあんまり食らわないよ。ファイアボール、そろそろ撃沈できるかな。まだかな。もう一発。オッケー、撃破。何か武器のパワーはくれるのかな。特にくれないですね。こっちかな。お、ヘルハウンド。呼んでる呼んでる。左右どっちも行き道があって、お、なんかいてるね。誰？あー、この人ですか。はいはい。オッケー。道がいろいろ分かれてんな。これはでもさっきの左側とつながってそうな位置なので、この上とあとは右もあるよね。こっちにも行けて、杭を飛び越えていけるところ、無知で飛べるところ、先行ってみますか。複雑。複雑だなこれ。はい、ここよいで。あれはバジリスクかな。かっこいい、こっちだよ。お、スイッチがある。あ、またボス戦かなこれ。おう、スライムが出てくるとやっぱり画面の右端が切れますね。なんだこれ。さあ弱点は闇の力に弱い。オッケー。じゃあダークフォースを連発いきますか。お、999、マックスダメージですね。余裕だな。そしてどんどんスライムが大きくなっていく。前のスライムと逆ですね。全然身動き取れなくなってきた。めっちゃでかいな。全然身動き取れねえ。動けなくなった。まだかい。こんなに動けないのに。撃破。画面目いっぱいにスライムが広がってましたね。じゃあこいつも武器のパワーはくれないですよね。ですね。聖剣以外はレベル7でマックスってことかな。お、アブソーブ。マスター忍者っていうのもいける。どっちかがマスター忍者ですね。こっちダークストーカー、奥がマスター忍者。この方が強そうだ。あ、これじゃない。あ、あれがマスター忍者か。金色のやつ。全然隠れる気のない忍者ですね。プリムさんが引っかかってこれないの。はい、おいで。撃破。どうしようかな。カウンターマジックやってるかな。あー、帰ってきた。まずいこれ。ダークナイトと思ったらあれもダークナイトじゃなかったですね。何ナイトだろうあれは。ターミネーター。シュガちゃん。あ、倒しちゃいましたね。ボスも出てきてるから順路的にはこれで合ってるってことなのかな。左もいけるのかね。左だけがいけるのかな。じゃあ持ち構えて左に。ファイアボールの剣に切り替えてヘルハウンド倒しに行くぞ。OK。下ですかね。これがダークストーカーよね。いや、マスター忍者がいて、サタンヘッドかな。お、何かいけるな。アーマーナイト。で、ターミネーターに。せい。特に何の仕掛けもないけど合ってんのかね。こっちかな。まだマスター忍者ね。マスター忍者何が効くのかな。エアブラストかね。またいけるね。特にはサタンヘッドも。はい。赤くなりました、サタンヘッド。なんだあれ。オッケー。奥に見えるのはカニさんかな。宝箱いただきます。天使の聖杯ですね。持てない。そろそろ一回アブソーブで、はい、 MP 回復しといて、でよし、ダーコースいくよ。ファイヤーボール。あいつカウンターマジック使うもんね。ここから攻撃当たんないっすよね。迂回していきましょうか、ぐるっと。右側は道がないので、下に。なんか吸われてるぞ。誰にだ。ヘルボーター残ってんのか。残ってましたね。おい、マスター忍者。ファイアボールのが効くかい。オッケー。で、こっちに進んだら、お、ターミネーター。もう一発いきますか。上に進む道があるんですね。OK、撃破。おっと、ファイアボール。こいつ倒してしまわないとカウンターマジックを使われるぞ。なるほど。恋が引っかかってる。お、デーモンリング2つ目ワープしましたね今。デーモンリングは装備できるかな。あ、いけるね。プリムさんどうぞ。あれ、何もないですね。こっかな。お、タナトスとディラック。ディラック。とうとうここまで来たか。だがもう手遅れだ。私の今のこの体はもうすぐ朽ち果てようとしている。私には新しい体が必要なのだ。普通の人間では私が乗り移ると力を抑えきれず爆発してしまう。だが何十年かに一度闇の血を持って生まれてくる者がいる。その者に乗り移れば私の力はさらに強く大きくなっていく。そう、それがディラックだ。幼い頃に何者かに闇の力を封じられ、その反動でやたらと正義感が強くなったのだろう。新しく生まれ変わった体とマナの要塞によって真の世界を作り上げるのだ。ふははは。あぐしまった。この体はもう限界だ。早く乗り移らねば。そんなに限界なんですか？リラック、そんなことさせない。はうくししまった。うぐぐぐげぶか、体が朽ち果てる。個人的にははうって好きですね。たすけフェグエおのれお。パンチ一発で倒しちゃいましたね。リラック、しっかりしてリラック。はあはあ。ここはクックック、はははは。乗り移りに成功したぞ。残念だったな。これで世界は私のものだ。あら、成功しちゃったんですか？嘘よ。そんなこと。リラックを返して。クックック、私がリラックだ。ははははは。なんだ、動きが取れん。プリム聞こえるかい？リラックだ。落ち着いて聞いて。僕が最後の力を使ってタナトスの正体を暴く。タナトスと同化して分かったんだ。その正体は魔界に心を売り渡し、永遠の命を得ようとした古の魔法使いだった。だが精神は永遠になっても体はやがて朽ち果てる。その度に乗り移りを繰り返してきたんだ。やがてその精神までも蝕まれ、生への執念と怨念の塊ダークリッチとなった。おお、黙れ。プリム、会えなくなってしまうけど、ごめんね。こうするより他にないんだ。アラヤン君と言ったね。プリムを頼んだよ。ギラック、ダメよ、やめて。おお、やめろ。ぐぐぐ、許せん。せっかく手に入れた体を、このままでは消滅してしまう。こうなったら一か八かだ。お前らの体をよこせ。ぐはー。で襲いかかっていくんですかね。ラスボスかなこれ。タナトスの正体がこいつなんですよね。ディレクト。あ、効かね。剣が全然効かない。光の力に弱い。じゃあセイントビームは打ってみますか。トポイは何の魔法を使っても多分一緒だろうから、ファイアボールあたりで。ファイアボール。セイントビーム。ファイアボールが250ぐらいしか効いてないね。セイントビームがやっぱり効いてるね。まあ、連発でいきますか、魔法は。セイントビームがそんなにたくさん使えるわけじゃないんだよな。あ、イビルゲート強え。一旦回復をプリムさんにお願いして、ポポイがファイアボールで。剣が全然ダメージが通らない。だったらエナジーボールを打ってもらいましょうか。でファイアボールで。ファイアボール打って改めてセイントビーム。よし、開いた。ビーム、ファイアボール、ファイアボール、セイントビームはいけ。よし、撃破。タナトス倒したよ。ドリアードの魔法、マナの封印が解けた。ってことはラスボスじゃないってことですね。ディラック。ディラーク。プリム、これは表に出よう。うわ、どうした。はあはあ、平気。めまいがしただけ。それよりほら早く出ないとここは危ないよ。どっから下から出るのかな。はい、ついにタナトスをね撃破しましたね。ラストこれは要塞から抜けるのかな。あと戦うって言えばもう残ってるのは世界中の神獣がね集まってってきた一体の神獣、マナの要塞を撃破するためにやってくる神獣ぐらいでしょうかね。さあ魔法マナも覚えましたけど、私ドリアードレベル1なんですよね。マナ、ポポイもマナ。 OK、 さあ次回はマナの要塞から脱出を試みたいと思います。じゃあ今回はこの辺で、ではではお疲れ様でした。